皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはビジネスの初心者におすすめしたい成功の早道3つのコツということについてお伝えしてみたいと思います。初めてビジネスをやるときにですね、右も左もわからないとか、何からやっていっていいかわからないっていうようなね、お答え、ご質問とかよくいただくんですけれども、その時にどういう考え方で、例えば方針指針を持っていったらいいのかっていう、一番基本の基本のベースになる考え方ですね、こちらを3つ今日はお伝えしてみたいというふうに思います。はい、それでは本題の方に入っていきたいと思います。ではまずズバリですね、3つの早道のコツをお伝えしたいと思います。まず1つ目、うまくいっている人の真似をする。2つ目、考えるよりも動いてみる。3つ目、根拠のない自信を持つという、この3つをですね、お伝えしていきたいというふうに思います。はい、まず1つ目ですね、うまくいってる人の真似をするっていう、ここなんですけれども、これ聞くとですね、当たり前でしょって思いますよね。だけれども案外できないですよ。案外できないっていうのが、うまくいってる人っていうのは、いろいろこう試行錯誤しながらうまくいってるのか、その人も誰かうまくいってる人の真似をしたのかわからないんですけれども、例えば今あなたが右も左もわからないという状態だった時には、その行動指針としては当然うまくいってる人の真似してしまう方が楽なんですよ。全てを再現できるとか、全てを真似できるかっていうと、それは難しいかもしれない。だけれども、例えばその人に直接話を聞く機会があるとしたら、一番最初の頃どうだったのか、最初何に取り組んだのとか、もしも聞くことができたら、それを聞いて真似をしたらいいし、すでにこうかなり自分と乖離しちゃってる、差がついちゃってる場合には、その人のどのエッセンスをまず自分取り込んで頑張ってみようかなとか、真似をしてみるっていうのは、そういうことですね。全部をいきなりは無理なんですよ。こんな人だと、このあたりの人だったらどうにか真似できるかもしれないですけどね。ですから真似をする見本を誰にするのかっていうのは、それを選ぶ必要があるんですけど、私のおすすめは憧れの、もしかして手が届かないかもしれないぐらいすごく素敵な人の真似をするって考える方が自分が伸びます。はい、これは私もそう思っていて、今でも手が届かない人を私追いかけてるんですけれども、それぐらいの人を設定する方が結果伸びていきます、自分が。はい、ですので、そのうまくいってる人を誰に設定するのかっていうのをお任せします。例えば女性で女性起業家っていう人を設定して、憧れの人を設定しても構わないし、私は男性のコンサルタントなんですけれども、はい、その方を設定して追いかけていってる。ただ、成功してる人って別に一人じゃなくって、そうじゃない人とかでも、つどつどここは見習おう、ここは見習おう、ここは見習おうっていういいところを見つけたら、そのうまくいってるところのエッセンスをもらいながら実践する、エッセンスをもらいながら実践するっていうのを繰り返すと、だんだんこう自分のスタイルってできてくるので、それまではですね、あまりこう考えない方がいいです。自分の頭で、どのみちビジネスをやったことがないんだからっていうことですね。それが主婦からの転身であっても、会社員からの転身であっても、独立自営の自営業って全然考え方が違うので、自分の頭で考えても経験したことがないので、どうしようもないんですよ。いい答えがどのみち思い浮かばないであれば、うまくいってる人の真似をしてしまう方が早いですけれどもね。例えばこういうお話するじゃないですか、うまくいってる人の、じゃあ例えば、ね、こういう人の真似をしてみましょうとかってね、話をすると、私には無理ですとか、私にはできませんとか、言う人結構多いですよ。で、無理です、できませんは、やってみてから言ってほしいっていうことですね。やってみて少しでも近づくことができたら、それで OK と思ってるんですよ。いきなりは無理なはずなんで。よく私は一応ね、この動画を撮ってる時点でも自営10年やってるんですよ。途中で法人化をして、で その例えば私を真似してみようと思った時に、全く今までビジネスをやっていない、それこそ私会社員の経験とか22年あるんですよね、さらに言うと。だから仕事人生30
32年やってるわけですよ。その人が例えば主婦でずっと専業主婦でやってて起業しようって言った時に、私を例えば設定した時に32年の仕事の歴が違うから一気にできるはずがないんですよ。だからその中のこのエッセンスだけ見習おう。例えば私がよく言われるのが、時間の使い方どうしてるんですかっていうのすごくよく言われるので、まあ別に言われれば答えてますよ。で、とか言われますけれども、そのじゃあエッセンスのここだけ真似してみようとか、それだけでも随分変わるはずなんですよね。だから自分の考えでいやそれはとか言う前に、真似をする、どこか一部でも。で、あ、こうやれば工夫すればできるかもって言って、一個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 できることを増やしていくと、どんどん変わっていきます。例えば私 YouTube とかね、最初1000本って言われたんですよ。まだ全然 YouTube とか1時間に1本しか1時間で1本しか動画が作れないスキルしかない時に、1000本みたいな、1日3本とかいう。でもやらないことにはスキルアップしないじゃないですか。うまくいってる人が1000本って言うんだから、その1000本にはきっと根拠があるはずだと思って、ひたすらに取り組むことをその時決意したので、今こうやって動画でノンストップでだいたい私20分でも1時間でも全然喋れるんですけれども、そのスキルが身についたのは1000本取ったからです。頭の中に思ってることをまとめながらきちんと尺というか時間の中に話すスキルが身についたのは何千本も動画撮ってるからです。だから最初は1本です。最初のテイク1はたった3分の動画なのに7テイクしましたよ、やり直しもう自分が情けなくて残念になるぐらい。で、私もまだ7テイクだったからまだマシだったかもしれません。私のクライアントさん60テイクした人いますから、60テイクして1本仕上げるっていう、それすごいなって思いましたけどね。なのでうまくいってる人の真似をする、そこには自分の考えは別に入れない、考えても仕方がないから、経験したことがないんだからどの道っていう割り切りをしてやっていくっていうのがビジネスの初心者のまず成功の早道の一つ目です。で、二つ目はですね、考えるよりも動いてみる。で、これも当たり前といえば当たり前で、一番とすごく連動するんですけど、すごくいい方法とか教わったとするじゃないですか。で、その時になぜか皆さん考えます。それってでも難しいかもしれない。できないかもしれない。でね、いや、考えてもできないものはできないし、できるものはできるんですよ。だから、やってみてから考えるっていうことが必要なので、そこでね、躊躇しようが考えようが前に進まないっていう状況は変わらないので、だったら考えずに進んだ方がいいんですよ、考えてもだってどうせできないって自分が思っちゃってればできないわけじゃないですか。動いてみたら案外できるかもしれないから、動かないことには結果が出てこないですよね。だからその先生が言うことはよくわかるんですけれども、それを私ができるかどうか躊躇しちゃうんですとかいうご相談を受けることあるんですけど、このお話っておかしいってわかります？できるかどうかがわからないから躊躇して迷っててぐるぐる考えて前に動けませんというお話を私にくださるんですよ。矛盾わかりますか？できるかどうかわからないのはやってみないとわからないから、やってないのに考えててもしょうがない、しかも1ヶ月もぐるぐるしてたって言われてしまうとがっかりって感じですよね。残念みたいな。だって1ヶ月の間に何も言わずにはいって言って、とりあえずやってみて、先生やっぱできないですって、できないですって言われれば、どうできなかったかを改善点言えるんだけれども、できないことすらわからないと改善点が言えないから改善しようがないっていう、この差大きいの分かりますかね。で、ぐるぐる考える人の口癖は私にできるかどうかって言うんですけど、よくね、いやこれもだからできるかどうかやってみない、でできなかったらなんか困ることありますかっていう話なんですよ。だって今何もできてないゼロなんだから、ちょっとでもできたら全てプラスなのに、絶対マイナスにはならないんですよ基本的に。だから動いた方がいいっていうのはそういうことです。そのあたりが理解できてる人は、これどうかな、やってみたらいいと思いますよっていうと、はーいっていう、そのノリです。多分その時に、わこれちょっと難しそうって心の中でもしかしたら思ってるかもしれないけど、はーいやってみますっていう感じです。
後で聞くとね、いやできるかどうか分かんないけど言われたからやってみることにしましたっていう話が多いんです。だからうちのクライアントさんでもうまくいってる人ってそこがすごくあっさりしててあっけなくって素直で明るいんですよ。でうまくいってない人っていうのはじとーっとしていて考えて考えてそして動かないんです。だからうまくいかないんです。この差はめちゃくちゃはっきりしてるので、考えてもね仕方がないんです。動くと回答が見えます。なので動くっていうことを特にビジネス初心者何もわからないんだからやってみるっていうことを第一優先に考える方がいいです。はい、3つ目、根拠のない自信を持つ。はい、これもねまたね三大口癖みたいな感じで言うんですけど、私にできるかどうか自信がないですとか自信がない自信がないっていう言葉をすごくよく聞くんですけど、自信っていうのはやってみて初めて身につくものでもあるんです。実際にだからやらないうちに自信がないっていうのがよくわかんないです。誰も傷つかないし困らないから、できたら自分を褒めてあげればいいだけだから、なぜそこで自信がないという言葉を使うのかがよくわからないっていうことなんですね。でこの時には根拠ない自信を持った方がいいです。要は私はできるって自分を信じてあげる。自信っていう言葉は自分を信じると書きますから、まず自分が自分を信じてあげない限りうまくいかないんですよ。だから私はよくいろんなね新しいこととかチャレンジします。特に出版絡みとかは企画書通るか通らないかなんて分かんないんですけれども、通すって思ってます。でも採用してくれるのは出版社さんです。でも通すって思ってます。私通ると思ってます。だから出版記念パーティーやりたい、やるよとみんなに言います。その感じ分かりますか？本が出てないのに出版記念パーティーやりたい、やるよ。で、そのパーティーはこんなパーティーだと語ります。これ根拠のない自信だけど、本は出ると思ってるからっていうことです。はい。まあ、そうすると本当に出るんですけどね。今まで全部それです。作家になってサインをできたらかっこいいなって思ってサインを作りました。まだ作家になってないのに。2年前です。作家になる。で結局2年後に作家になってます。サインしてます。だから先に根拠のない自信を持つと、それに応じた現実を脳ってちゃんと連れてきてくれるし、それに応じた現実をちゃんと引っ張ってきてくれるんです。他力本願じゃダメですよ。すごく分かりやすい話なんですけど、じゃあ例えば私何にもないのに出版記念パーティーしたいですってしますって宣言したとしたら逆算できちゃいますよね。例えば12月に出版記念パーティーしたいって言ったら、本が出てないとパーティーできない、本は11月に出ててほしい、11月に本が出るためには自分の原稿の書き終わってるのが多分8月とかそれぐらいには終わってて、打ち合わせ何やかんややって印刷してっていう、その時間見ると8月とか7月に原稿が上がってないといけない、7月か8月に原稿が上がってなくてはいけないということは、3、4ヶ月執筆期間があるとすると3月には採用が決定していないといけない、ということは3月に採用が決定するための出版社が検討する時間を考えると、年頭かその前の年の12月とか11月に企画書を各出版社に配ってないときっかけにならない。ということは10月11月とかにそれができていなかったとしたら急ピッチで進めないといけないっていう、そういう感じになりますよね。だから言ったことの逆算になります。で、いやそんな時間かかるの無理だよって言ったら、採用されてからの自分の原稿を書くスピードを縮めるしかないんですよ。年内にやりたいってもし絶対決めて動かさないって決めるんだったらですよ。本当は私のスピード3、4ヶ月なんですけど、2ヶ月でできる方法ないかってその瞬間考えます。もし採用になったとしたら、そうやってお仕事って作っていくし詰めていきます。で、できてる人って結構忙しいって言葉使わないんですよ皆さん。むしろ恥ずかしいっていう感じです。忙しいっていう言葉を使うと、要はタイムマネジメントコントロールができてないっていうのを忙しいとかいうことによってアピールするのかっこいいと勘違いしている人がいるんですけど、すっごい仕事ができてる人ほど余裕な雰囲気を醸し出してて、どうぞウェルカムで、その中に詰め詰めに仕事を入れていくんですけどね。そういう意味では自戒を込めて、私そこまで忙しいって言葉は言わないんですけど、
なかなか時間は詰まってきてるよね っていう感じで言います。あと忙しいとね、すっごい顔がきつくなってこうキーっていうタイプの方とかもいらっしゃるんですけれども、なるべく平静を装う。どんなに焦ってても、笑顔を絶やさないっていうことは心がけるようにしています。っていうのがですね、新しい仕事を新しい人が運んでくる時って余裕がなくてアクセスしてて目がつり上がってきつい顔してる人のところに新しい仕事って来ないんですよ。なんかよくわかんないけど余裕そうで笑ってて、なんか受けてくれそうな匂いがするみたいな、そういう人のところにいいご縁といい仕事って来るので、どんなに忙しくっても、外向きには中でどうにか処理をして大丈夫ですよ、ウェルカムっていう顔を作っておく方がいろんなご縁が入ってきます。で、いや、そんなことしてたら大きな仕事入ってきたら細かい仕事とかいっぱいあってダメじゃないですかとかってね、いう話もよく言われるんですけど、そこで初めて組み替えるんです、仕事と時間の優先順位。だから毎回組み替えです。1回組んだのを壊したくないっていう完璧主義の人はあんまり自営業に向いてないです。もうフレキシブルに対応していくっていうことをやるのを慣れてないといいお仕事がねできないし、自分も成長しないんです。だからその第一歩として必要なのは根拠のない自信を持つっていう、これ結構大事になります。だから自分はできるって信じる。だからできる前提で全て動く。できなかったとして誰に迷惑がかかりますかっていう話です。自分が決めたことを自分でやるだけだから、自分が残念だったなってちょっと思うだけで済むんだから、そこをね、自信がないって言ってる場合じゃなくって、やってみてそれで自信をつければいいっていう、そういう順序に頭を変えていく方が、ビジネスの初心者の方にはいいかなというふうに思っております。ということで本日のまとめです。ビジネスの初心者におすすめしたい成功の早道3つのコツ。まず1つ目、うまくいってる人の真似をする。2つ目、考えるよりも動いてみる。3つ目、根拠のない自信を持つ。この3つをできると大概物事がスピーディーに進んでいいご縁がたくさん入ってくると思うので、嘘だと思って実際に一度やってみてください。それでは。